おいです。さあ、というわけで、今日のジュビロ岩田対徳島ボルティスの試合、ジュビロ岩田3対0の勝利ということになりました。あり,ありがとうございます。いや、緊迫するような試合でありましたね。もう、なんせ、えー、なんだ、えー、前半13本ぐらいシュート打たれて、ジュビロのシュートが3本というような形で、ほぼほぼね、もう徳島ボルティスにめちゃめちゃ攻め込まれているというところで、これはもう相性というなのか何なのか、とりあえずもう、 とにかく攻め込まれまくるという中で効果的に点、えー、をね取れたジュビロ・磐田がすごい良かったなというところですね前半で取った2点に関しましても、えー、まずドゥドゥ選手もうね枠外から枠外というかペナルティーエリア外からですねの一戦ということで、えー、ジャミン・リョー選手の、ね、高い位置でのカットから、えー、攻め込んでいきドゥドゥ選手が右サイド駆け上がっているんですけどもちょっとねジャミン選手のパスがちょっと短めというか あの足元に来るようなパスになってしまいもうちょっとね前だったら打ちやすいのになってこうバスを出した瞬間思ったんですけども、えー、落ち着いてドゥドゥ選手がねコントロールして足を振り抜き、えー、それがいいコースに行きましたねもうここしかないっていうコースに飛んでいっていただき、えー、今季7点目のゴールですかねドゥドゥ選手のと、えー、7点目のゴールというところで先制点に成功先制点の獲得に成功というような感じでありましたけどもいやあれマジでよく決めてくれた本当にね 立ち上がりは結構早めの時間帯でしたけども本当によく決めていただいたなというところでありますねその後上原力也選手のねシュートも素晴らしかったですコントロールしてね少しこう相手ディフェンダーが前にいたので左にちょっとこう ボールを置き直してからのシュートでありましたけどもこれも,ねもうゴールのもう本当隅にもうバーに当たるポストに当たるようなそんなシュートだったんですけどももう見事、決めきっていただいたというところでありましたね。いや本当にねあの少ないチャンスを5ラストでもう2点もぎ取るみたいなね感じでありましてちょっとあの徳島側を応援している人からするとなんやそれみたいなねこの流れでこの内容で何で2点取られてんねんっていうね。 そんな感じでありましたけども、もうこっちはお祭り騒ぎですよ。いや、素晴らしいゴールでありました。非常に最高の立ち上がりをして、その後も守りきる流れがすごかった。前半戦もねかなり押し込まれ、前半もねかなり押し込まれる感じがある中で、三浦龍輝選手の、ね、スーパーセーブンを飛び出しましたし、その後もですね、リカルド・グラッサ選手のちょっと浮き玉のボールを、こう、ゴールに入るか入らないぐらいのところちょっと頭でこう、ポンって出すっていうのの。 えー、プレーがあったり、その後もも、ね、三浦龍司選手が飛び出したところ、空いたゴールに打たれたシュートを、えー、リカルド・グラッサ選手が、ね、もう待ってましたみたいな感じで、えー、ゴールをシャットアウト、えー、すると、シュートをシャットアウトするというような、ね、シーンもありながら、本当によく守りきったなというような形がありました、もう点取られてもうおかしくない、点取られてもおかしくないようなシーンが、ね、たくさんあったんですけども、なんとか守りきって前半を折り返すと。 いうよううな形でありました。もう非常に、ね、これヒヤヒヤするなという中でありましたが、えー、と後半の立ち上がりからですね山田大樹選手に代えて藤川虎太郎選手を入れるというところで、えー、と2点先制している岩田の方が先に、えー、メンバーを、ね、いじってくるという展開でありましたけども、そこの判断も素晴らしかったんじゃないでしょうか。やはり、ねこう 点は取れてるんですけどゲームの形はあまり良くない中だったんで、えー、判断早めにね動いてくれたっていうのは非常に良かったのかなと思いますその後もねえっ、ー、と後半開始早々ですよね上,上原選手じゃない、えー、と松本松原選手のゴールありましたけども右サイドから え鈴木優斗選手のクロスがねちょっと弾道低めだったんですがえ松本昌選手が相手ディフェンダー前に入ってちょっとこう体勢を崩しながらこうヘディングしたのがこううまくすらされてえファーサイドのゴールネットに突き刺さるということでねえもう何やそれみたいなスーパーシュートというかねよく決めたっていうシュート3連続みたいな感じでありました。でこの3点目に非常に大きくありりましたねももううかなりもう 勝ちをがっちりホールドみたいなね。感じの展開に持っていけましたし、その後もね。うまくこうジブラが前半の嫌な流れからを切り替えてね。後半をかなり修正できていたというところがありましたので、非常にね、えー、いい形でありました。もうね。効果的にこうやっぱシュート点が取れるとですね。ゴールを決められると。 やはりこう、なんていうんですか、安心感を持ってプレーすることができるというような感じにも繋がりますんで、そういった少し今日はね、気持ちのゆとりがあるような感じにも見れました。なんせね、えー、昨日の試合で清水エスパス7対1で、岩、え、木、ー、さんを破っているというところで、ここでね、どうしても勝たないと。自動昇格権がかなり遠のくと。 いうようよな試合でありましたし、た立ち上がりからも選手にも緊張感はあったんだと思うんですけれどもそこねうまくかいくぐってくれて、えー、勝つことができたというところで非常に素晴らしい勝利だったかなというふうに思っております。いや もうね3点取って勝つっていうのも非常に大きいんですよ特殊点差の問題も出てきますし、えー、今日もですねベルディ対ジェフ千葉の直接対決上位直接対決があったんですけれども、えー、ジェフさんがね2点先制ながらもベルディが3点をもぎ取って逆転勝利という形になっております特殊、えー、点差がね、えー、っとベルディをプラス1したんですがジュビロはプラス3したというところで特殊、えー、点差の差で 3位に浮上したというような形になってます。本当にね、特殊点差も非常に大変大切な状況になっておりますので、この3点を取って、さらにクリーンシートできたというのは非常に大きかったかなというふうに思っておりますので、ナイス勝利でした。本当にアウェー、徳島まで行ってのね、勝利、しかも前節ダービーで負けての嫌な雰囲気があるそうな中での勝利だったので、 大きかったかなというふうに思っております改めてナイス勝利でした最後ですさあというわけでねえっ、ー、とジブロは勝ちましたが先ほどもお話ししました通りベルディも勝ってるんですね得失点差での勝負になってます勝ち点並んでますというところでこの2チーム3位4位のチームが次節直接対決と いう形になっておりますさあジュビロねホームに帰っての試合でありますので何としてもここで勝ってさらに勢いをつけていきたいというような内容になっておりますね今日の試合で、えー、高い所の結果ですけれども町田ゼルビアさんが、えー、っと勝利したというところで J1、えー、昇格を1ち早く決めたという形になっておりますまずはおめでとうございますただね、この結果をもちましてあと残り自動昇格枠が1になってるんですよなんとしても狙っていくしかないもうねもう タバコとチャンネル的には相方のヤギっちと僕がもうめちゃめちゃこの後もボロカスにあおり,り合うんでしょうねあそんな未来が見える気がする、まあ、ただね我々はもうやることをやっていくしかない残り3節で上がっていくためには自分たちはまず勝利を積み重ねていくしかないという状況です前節のダービーがそれほど痛かった敗戦が痛かった状況ですそして清水エスパルスも、えー、あと3勝すれば 文句なし、えー、自動昇格という状況でありますし清水が2勝1分けという状況で,でもジュビロが3勝しても特殊点差でかなり水を分けられてますんで非常に厳しい状況ではあるんですけれどもまずは自分たちのやれることをやっていく一戦必勝残り3戦全部勝つというようなことをしてそういう結果を持って、えー、天命を待つしかないなというような状況になってますんで。 諦めずに諦,諦める必要なんてねまだ一個もないんですけども諦めずにさらに闘志を燃やして応援していくしかないんですまずは次節大一番待ってますんでそこで勝利していくようにしましょうそういうことですねわあ緊張してくる緊張してくるんですけど泣いても笑っても残り3つなんで何としても勝利をもぎ取って応援していくように勝利をもぎ取って応援していくじゃない何を言ってるんだ俺は勝利をもぎ取れるように 選手たちと一緒に、チームと一緒に気持ちを高めて応援していくようにしましょう。やってくれることを信じてます。昇格しましょう。それだけです。やってやりましょう。では、お疲れ様でした。次節も勝利を、昇格をお願いします。